さあ、今回のマリオメーカー2はこちら。さあ、今回はサントさんの作られた 5-1 空高く舞い上がれ目指すは空の国と、さあサントさんのワールドシリーズ、今回ワールド5が完成したということなので、早速遊んでいきましょう。さあ、縦方向の高速強制スクロールはプロペラマリオと相性がいいですね。なるほど、上の方に上がっていく感じのコースかな。見た感じスイッチで道を切り替えていかないとみたいな感じかな。よし、じゃあ頑張っていきましょう。さあ、空高く舞い上がることはできるのでしょうか。さあ、まずはプロペラー。お、なるほど。さあ、基本的なところから。お、と、なるほど。さあ、ガイドコインで分かりやすいかい。ギリギリいけてる。おーおい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 、忙しい。お、お、お、あ、下手か。ちょっと待って、みんながやられてるところまでいけないということ悲しさ。確かにちょっとね、マリオメーカー2久しぶりなんだけど、思った以上に下手になってるわ。さあ、2回目、これはちょっと先が思いやられるけど、あー、ほよ、ここまではよしからの、あー、コインが取れなかった、悲しい。あ、こうか、なるほど。何を、なんか俺は壁キックとかやってるんだ。よっ、おっ、よし、ほっ、やばい。ちょっと待って、これはちょっとやばいのでは。あー、そういうこと。どういうこと。うん、思ったよりは、なんていうか、コインを全て取るのはかなり難しい。これすぐキャンセルできないのかな。あ、できる。なるほど、飛んでいってこう。 OK。 よし、あれ、キャンセルできないんだ。あ、最後まであのブルーンってやっちゃうとキャンセルしづらいのか。マジか、そういうもんか。わあ、壁キックのが簡単。あれ、できない。なんでできないんだろう。できた。できる、できないの差がわからない。できない、なんでだろう、わからん。どういうこと。あ、できない、なんでだろう。この雲を抜けるとできる。あ、謎。できない。なんでだろう。わかんない。途中でキャンセルできるできないの差は一体どこで生まれてるのこれ。 OK。 はこれは、これはプロペラでアタックね。よし、おお、あー、触っちゃった。あー、マジかよ。めちゃめちゃ悔しい。よし、オッケー。あーっと、あー、10コインはギリギリ取れるのかこれは。怖い。これさ、くるくる回ってるところで壁に貼り付けないんだ。へえ。おお、マジか、壁キックできないんだ。なるほど、思わぬ弱点。いや、今まで知らなかったんかいって感じかもしれないけど。お、中間嬉しい。ここまで75個のコインがあったはず。
いや、コインの数はあれか、別に違うわ。あー、あれ、え、どういうこと。今ちゃんと空中でプロペラ使ったと思ったんだけど、押されたりするとプロペラできないのかな。ちょっともう一回やってみたい。いや、あの、押し出されてみたい。さすがに。あー、こんな感じで途中でボールにぶつかっちゃうとそのまま落とされるってことかな。なるほど。よっ。さあ、これは、よっ、ふふー、くらえー。よし、逃げろー。おっと、よく振り向いた。やる、うー、楽しい。あー、やるわ。さあ、からの、よっ、なんか思ったよりかはいかなかったみたいな。くらえ。よし、お、あ、逃げられた。なるほどね。オッケー。いやー、大苦戦。しかもコインが全部取れなかった。悔しい。なるほど。なんていうか、本当にね、すぐ降りたいっていう時に降りられないっていうのはなかなか意外な感じでしたね。ちょっともう一回やりたい、これは。まず突き抜けて降りる。まあこれぐらい、できるんだけど、この次の最初がほぼほぼすぐ降りられないよね、やっぱり。これ抜けた後すぐ降りたいんだけど、そういかないんだよな。不思議。なんだろう、これ。細かく。ほい。からの。ごめんなさい。さあ、先が分かってるからこそできる感じのプレイ。ある意味ではやり込み。おっ。オッケー、トゥー、ナイス、いい感じ。75枚か、合ってたわ。オッケー、いや、お、よし。さあ、これダメージ受けてしまうとかなり辛いっていう感じだから、しっかり足場から降りて、もう一回、オッケー。この繰り返しで多分簡単に勝てるはず。よし、と、もしかしたらなんか頑張れば踏めそうな気もしますけど、どうなんでしょうね。最初にこうブルーンって飛んでいくか、壁使って高さを稼いでみたいな。まあそれをやったところでいいことはないからいいでしょう。オッケー。さあ、というわけでね、久しぶりのプレイとはいえかなり拙いプレイばっかりで申し訳なかったんですけど、なるほど、プロペラマリオ、なかなか仕様がちょっとよくわかんないときはな、すぐ降りられるかと思いきや、なんかある程度プロペラ回しちゃうとすぐには下に降りられないし、あとくるくる状態になっちゃったらもう壁を蹴ることができないから、そこはかなり注意が必要ってこと。あとはボールに触っちゃったりすると途中でそのプロペラ効果がなくなっちゃうから、そこにも注意ってことか。なかなか改めてプレイしてみると、なかなか結構癖があるアクションですよね。よし、じゃあこのコースは OK。 さあ、続いてのコースはこちら。さあ、引き続きサントさんの作られた 5-2 解き放たれた四角、雲の上の追跡者。過去に作った天空の追跡者が元ネタです。天空の追跡者ってどういう感じだったっけ。ちょっと待って、動画見て思い出すから。さあ、確かに追跡してくる、ずっと追ってくる。
そのくせなんか近づこうとするとなんか逃げてくみたいな。でけー、思ったよりも。なるほど。ジュゲームはジュゲーム、あの雲の部分、ジュゲームの雲の上に乗った巨大ワンワン、天空の追跡者、あったあった、うん、ちょうどこの首が届かないところにこうタイミングよく行かないとなかなかガブリとされちゃうっていう。ちょっと面白い。確かにね、ずっとワンワンがあのマリオといったらずっと追いかけてくるジュゲム、さらにそれに加えてワンワンを組み合わせるというトラウマダブルみたいな感じでしたけど、うん、ちゃんとなんていうかそのタイミングさえ合えば安全圏が用意されてるから、かなりなんていうかよくできてる構成でしたよね、うん、アイデアも素晴らしい。なるほど、これか。それが雲の上の追跡者となる。放たれてる、解き放たれてる、やばい、これは絶対やばいけど、ということはやはりジュゲームに乗ってくることは考えられる。うん、 OK、 じゃあ頑張っていきましょう。はい、さあ解き放たれてしまった資格とは、とりあえずキノコ。お、あーっと、なるほど。一応コンセプトは一緒なんですね。ここに隠れておかないとガブリとされちゃうぞという。一応しゃがむけど。ふう、おお、でっかい。あぶねー。わお。ナイス。あ、息はよいよいだが。あー。ほい、あー、ここ安全に、ご安全に、よし、さあ一気にすり抜けて、なんとかエリア1はクリア。あ、いやいやいや、楽しいやつ。ふう、ギリギリ、あ、薄引っかかったまさかのワンワン関係ないダメージ。ふう、やばいな。さあ、お、ここでキノコ嬉しい。しかしこれは大事にしないと。お、危ない。あー、今のはタイミング的にかなり危なかった。ちょっと待って待って待って、ほっよ、これさ、なんか、いや、ダメかな。まっすぐ下に振り下ろされたら、このなんていうか、高いところでしゃがんでてもダメか。明らかにダメ。しかもこれタイミング悪い。よし。おお、ふう、怖い。いいよー。あー、これは無理できない。いいね。よし。さあ。大きくなって中間ポイント。お、ちょっと待って、マジ食べられないように、ちょっと待って、届かない届かない、 OK、 多分だけどあの横棒あるじゃん、あの辺りまで行くと食らっちゃうよという、そういうことなんじゃないかなと思います。横になるんだ、そうなんだ、これ帰ってくるパターン絶対。いやー、やっぱりやばい、ちょっと待って、高い高いところで、あーだ、ダメだこれ、マジか、今急げ、よーし、なるほど、マジかよ。いや、急げばなんとかなる、なんとかなる。ガブリと来て違うとこに行ったら、いや、その角度はちょっと厳しい、真横に行かないかな。よし、そこ、あー、してやられた。なるほど、1回目のあの首の振り向きはまだ予備動作ってこと。なるほど。さあ、行きはよいよい、帰りは怖い、ここからの
ゲーム的にか、あーまさかの、いやここで死んでる俺だけ。多分ね、すんなりとクリアできるようなタイミング取りされてると思うんですよ。でここでそこ、あーマジか、下手か。おっと、よし、オッケー。さあ中間ポイントからの、やばい、あの俺のねトラウマ、あのたどり着けないリフトでも横のリフトはそこまででもなかったね。上下に動くやつに乗れないも結構あったんだけど、よっほ、よいしょ、 OK。 さあ慎重に、よっ OK。 いやーこんなに真剣にプレイするなんて、でも真面目にやるからこそ面白い。行くぞ、とう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 、ギリギリここで中間ポイント、 OK。 届かない、届かない、お、いや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 、まず取るためには下から上に突き抜けられるよね。よし、うわーマジか。さあ慎重に、チャンス、これはまだいけない、お、オッケー、ふう、おー、さすが、あーちょうどよくこれ、うおー、あぶねー、チャンス、なんというギリギリ感。よし、さらに中間、ファイヤーマリオ、お、のちょっと待って、待って、ごタイミングミスりましたこれリスタート用ね。さあ私が受験に乗りました。あっ、お、お、ごめん、わかんない。わあ、いて、まあ、なんで消えんのお前。何回かやるやつ。いてぇ、くそ。逃げられないやつ、わかります。めちゃめちゃタイミング悪い。よし。さあつまりワンワンの目を盗んで、あ、減ったかよちょっと待って、ちょっと一回やられたい。 OK。 さあ乗って、おっと危ない。さあそこ、私は敗北者じゃけえの、悔しいんですよ。さあ乗って、今度こそうまくかいくぐりたい。これ帰ってくるってことだよね。なるほど、やばいやばい、いやチャンスか、チャンス、よし、いやこれは寿命短いやつ、こっち、あー、杭に当たっただと、くー、俺がね行こうとするとちょうど食らうんだよね。なるほどな、あー、ビビリプレイ、ビビリプレイでした。あー、ちょっと待って、そこ、よし、でこれ乗り換えて、よっ、よし、ではあー、あー、やられた、なんでじゃあ、下向いたら上の方に逃げる必要があるんか、くー、なんとかノーダメで行きたい。いやー、ここがなかなか厳しいのよね。あー、嘘、あー無理だよね、チャンス逃したもの。乗り換えがむずい、どうしよう。乗り換えるタイミングまでにクリアするっていうスピードクリアか、一回乗り換えるか。ここ無理やり行きたいとこでもあるけど、よし、でもう一回で、ここ、なるほど、よし、オッケー、これが最適解。お、やった、頑張った、か、あれ
待ってます。わお、オッケー。さあ、というわけで、なんとか追跡者の目を盗ん…ちょ、待って待って最後の仕上げが残ってるから。よっ、よーし、来たー。悔いだけ残った。よーし、しかし俺は悔いはない、頑張った。さあ、というわけで、雲の上の追跡者。いやー、なるほどね。この最終兵器を繰り出してくるとは。クリアするのに10分ぐらいかかってるいやー、でも楽しかった。あの、行って帰ってくるっていう仕掛けがね、すごくシンプルでなおかつ面白いっていう、この短く作るけどなんか2つ楽しめるっていうのは、この行って帰るパターンはなかなか賢いというか、小スペースで作れていいですね。なるほどね。で、ずっと追いかけてくるしさ、ちょうど、いや、前も言ったかもしれないけどさ、この逃げようと思うとめっちゃ追ってきて、追いかけようと思うと逃げられるっていう、この絶妙なプログラム考えた人すごいよね。よくこんないやらしいキャラクター考えたなみたいな、その辺すごく感心させられますが、さあ、ジュゲムの雲に乗ったワンワンから逃げながら進むというね、ハラハラドキドキなホラー的な感じのコースでしたけど、うん、面白い。これがね、なんかクリアの仕方わかるんだけど、あーってなることが本当多くて、あと俺が全然リフトに乗れなくて申し訳ない。あそこはワンワン関係ないじゃんってとこだからね、普通に下手でしたさあ、というわけで、じゃあこのコースをなんとかクリア、オッケー。